チャンネル66。What's up 66ジンです。今回の動画は新感覚デニムパンツ、シュガー&コーから出ているダディーズパンツの動画をお届けします。皆さん、デニムと言ったら思い浮かべるのがGパンですよね。今回紹介するパンツはスラックスタイプのパンツをデニム生地で仕上げたものになります。カラーの方がグリーン、ブラック、ベージュ、パープル、この4色で展開しています。実はですね、私このパンツすごく気に入って全色購入したんです。このパンツデニム生地っていうことで経年変化もね楽しめるんですよね。ということで僕が今ね履いているものと新品のもの、履き比べたものをこれから見ていただきます。こちらベージュになります。僕がね履き込んだ方はレギュラーフィットになるんで若干太めなのでブーツに合わせてます。はい、で新品の方履いてる方はスリムフィットになるんでスニーカー、はい、スニーカーカットって呼ばれてるのでスニーカーを合わせてますね。レギュラーフィットの方はねちょっと太めなんですけども、スリムの方はやっぱりこうスタイリッシュに見えますね。はい、新品はねセンタープリーツが入っている状態になります。チノっぽい感じにも見えますよね。次はパープルですね。もう新色ですね今年の。はい、こちらスリムを試着しております。なのでスニーカーで合わせてみました。スリッポンのスニーカーですね。とってもやっぱりスタイリッシュですよね。このパンツゴルフとかにもねとってもいいんじゃないかって最近ちょっと思ってますよね。ゴルフ今ね流行ってますからね。ゴルフやる方はぜひぜひこのパンツのスリムのタイプ、特にかっこよくねプレイできるんじゃないでしょうか。新品の方とね僕の履いてる方比べてるんですけども、まだね履きたてなんでそんなに経年変化とかしてないんですけども、まあこんな感じに、はい、まだね少しか履いてないんですけどね、わかりますかね。多いですね。はい、ブラックですね。こちらの方スリムを、僕がね履き込んでる方で履いております。で新品の方がね、レギュラーの方履いておりますね。なのでレギュラーの方はブーツを合わせてます。でスリムの方はスニーカーで合わせてます。ブラックはもう鉄板色ですね。ものすごくかっこよく履けてると思います、ね。ウエストにゴムが入っているんでね、とってもね、履きやすいパンツになります。綺麗であって、それでいて泥臭さもね、しっかり残しております。はい。若干経年変化してますね。グリーンの、新品の方はね、M を着用しています。もうセンタープリーツがね、しっかり見えるのがわかりますよね。折り方次第でずっとね、センタープリーツもね、残ると思います。で履き込んでる方は L を着用してます。はい、これはね結構ね履く頻度高いので若干色落ちしてると思います。ヒゲもねもう若干出てると思うんで、もうこれたまりませんよね。やっぱりデニムですよね。経年変化楽しめるパンツとなっております。もうスタイルの方もねもう何度も言いますけども、このスリムのタイプをうちをしてるんですけども、すごく雰囲気いいですよね。何でも合うパンツと66一押しのパンツとなります。新感覚のデニムパンツいかがだったでしょうか。こういうパンツ初めて見た方もね多いと思いますんで、もし感想とかあったらコメントの方にコメントしてください。この動画良かったと思ったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますね。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら、また見てね。